耳で読む。猫による人間のしつけ方。9。クリスマスのお楽しみ。聞き物語。クリスマスは、人間が毎年お祝いするお祭りです。家族が集まってプレゼントを交換したり、ものすごい量のごちそうを食べたりするの。もみの木にピカピカ光るものをたくさんぶら下げて、家の中に飾ります。猫はどうすべきかって？もちろん、クリスマスだって、主役は猫でなくちゃ。クリスマスを猫のお祭りにして、気ままにたっぷり楽しむことにしましょう。クリスマスの当日、お父さんかお母さんが子供に向かって、プレゼントを開けるのは、猫ちゃんが帰ってきてからにしようね、と言ってくれるようなら、家族のしつけは、うまくいっていると言えるでしょう。プレゼントの包みを開けるって、本当に素敵なこと。カサカサ音のする包み紙や綺麗な色のリボンでくるんであるんですもん。誰かが包みを開けたら、包み紙の中に潜り込んで中で待ち伏せしたり、ビリビリ引き裂いたり、リボンで遊んだりできます。段ボールの空き箱は、中に入ってみて、気に入ったら自分のものにしてもいいわね。おもちゃのネズミやらピンポン玉など、自分がもらったものだけでなく、他の人がもらったものも、匂いを嗅いだり、遊んだりと、お楽しみはいろいろです。クリスマスには、人間は一人残らず、食いしん坊の大食いになります。だから、猫も見習いましょう。猫は、料理を準備するときと、いよいよそれを食べるときの両方に関わっているのだから、チャンスは二重にあります。もちろん、一番のごちそうの、詰め物をした七面鳥は、ぜひ味見をしなくちゃ。それに、奥さんがクリスマス気分なら、付け合わせに、もつのかけらも、たっぷりもらえそう。クリスマス気分のせいで、この期間、家族は、みんな、普段より親切になります。だから、普段なら、どんな家でも許してくれないものだって、この時ばかりは、失敬しちゃって平気。ごちそうの席で、みんなが七面鳥を食べているのに、猫に分け前がないなんて、絶対にあってはならないことです。当然の権利なので、必ず分けてもらうこと。ただし、当たり前のことだけれど、食べ過ぎて、敷物の上で吐いたりしてはいけません。人気は下がるし、一番楽しいはずの一日が台無しになります。それから、食事の最後に、クリスマスプディングという名前の、とても消化に悪い、ドロドロしたものが出てきますが、私としては、これには、手をつけないように、強く忠告しておきます。クリスマスの喜びの中でも、一番楽しくて、しかも心を清めてくれるのは、クリスマスツリーではないかしら。キラキラした飾りがたくさんぶら下がっていて、いくつかには手が届きそう。前足でポンと蹴ると、刺激的にブラブラと揺れて、もっと蹴ってごらん、捕まえてごらん、と言っているみたい。触ってごらん、と囁いているような金ピカの飾り、ペパーミントのアメンボ、ガラスの小鳥、丸いもの、尖ったもの、まるで、猫が一番面白がりそうなものを集めました、とでも言うような、ありとあらゆる魅力的なもの。ツリーの飾りは、光に綺麗に映えるように、一等薄手のガラスでできているので、壊れやすいけれど、心配はいりません。だって、ツリーをしまってあったところには、まだまだ余分があるんですもん。つまり、猫は、心ゆくまで、このツリーで遊んでいいということ。大きなツリーなら、気が向けば登ってもいいのです。ツリーが倒れたりすると大騒ぎになりますが、猫の乗ったツリーというのは、重要な宗教的意味さえ帯びるものです。飾りで遊んでいたら、爪が枝に引っかかってツリーが倒れちゃったなどという時には、さっと逃げて、ソファーの下にでも隠れていなさい。こういう場合は知らんぷりに限るわ。現場を見た者がいなければ尋問を受けないから、嘘をつく必要さえないかもしれません。疑う人がいたとしたって、所詮証拠はないのです。クリスマス気分は、12月23日から27日、時にはお正月まで続きます。とはいえ、その後まで、気分の名残を当てにするのは間違いです。むしろ、賢い猫は、その後の数週間は、
ご主人をイライラさせることは慎みます。なぜなら、この時期には、クリスマスにかかった費用の請求書が次々来るんですから。スリルいっぱいで愉快なこのお祭りをまだ味わったことのない皆さん、どうぞ楽しいクリスマスを。